はい、中学2年生英語ですね。比較、まあ、7月にね、比較、まあ、一通りはやったんだけれども、まあ、ちょっと8月中と間が空いちゃったんでね、もう一回ちょっと確認をね、しようかなということで、復習がてら、今日は比較級の話を復習いたしました。比較級っていうのは、なんちゃら ER 算になる形ですね。はい、なんたら ER 算。で、この ER がついたような、ね、形をね、比較級なんていうふうに言った。で、意味としては、ね、主語のもの、ね、何々、はい。段にね、何々よりぐらいの意味があったんだよね。はい、ですから、you より、はい、ファーストですな。つまり、早く、今回は走ることができるということになればいいわけですね。はい、ですので、はい、トムは、はい、ね、日本語ちょっと完成させますと、はい、あなたより、ね、あなたより、はい、早く、早く、走ることができます。で、なんていうことになってくるということでございましたね。はい、トムはあなたより早く走ることができます。ということでしたね。このなんちゃら ER 算で、何々よりなんとかです。でしたね。はい、じゃあ同じようなんですが、今回はね、ここでマッチっていうのがついてきました。ね、上と一緒なんですが、マッチ。はい、ですからマッチが比較級の前に入りますと、この比較級を強めることができるんだね。はい、ずっと、ずっと、ずっと、なんていうことですね。はい、ですから、まあ、日本語としては、ね、上と一緒、ずっと入れてあげればいいだけです。トムは、あなたより、はい、ここにね、ずっと速く走ることができます。トムはあなたより、ずっと速く走ることができます。ということで、比較級を強めたということでございました。さあ、次行きまーす。じゃあ、今度は、マッチじゃなくて、比較級の前にね、アーリトン、アーメロン。はい、こんな言葉が入ったとき、どうしましょう。なければ、私の兄は弟は、私より背が高いということになるよね。でも、このアーリトンが入ったことによって、はい、少し、はい、少しなんていう意味が付け加わったのね。はい、私の弟は兄でもいいね。兄は弟は、私より、はい、少し背が高いということになってきたよ。ね、はい、そしたら次はですね、同じく比較級なんですが、はい、このフェイバースのようにちょっと長い言葉、長い言葉はこいつを ER つけるんじゃなくて比較級にするので、ね、はい、モアっていうのをつけてモアフェイバースとしたんです。モアフェイバースとして比較級ができたとしたわけだね。はい、だから役の取り方としては、まあ、同じような調子で取っていくわけですよ。はい、そうすると、はいね、マウント富士ですから、でマウント何々さんですね。はい、富士山は、はい、富士山は、はい、マウント阿蘇、ね、阿蘇山ですね。阿蘇山知ってますか。九州、九州、ね、阿蘇山より、はい、フェイマス、はい、有名ですとね、有名ですとね、いうことになってくればいいわけですね。有名ですとね、いうことになってくればいいわけですね。はい、富士山は阿蘇山より有名です。はい、ちょっと長いときは、モアをつけて、モアなんちゃね、この言葉自体は変えない。そして、旦那に何と続けてあげるのは、まあ、同じだな、流れとしてはね。はい、そして次、大きく、まあ、作りは一緒なんですが、疑問詞、ね、お一風。比較級、bigger、younger、カンマ、A、or、B の形。疑問詞、比較級、A、or、B の形だね。はい、これで、A と B のどちらがどうですかってね、っていう意味になるんだよ。ね、そんなわかんねえよ。ね、いうことがあるかもしれないけどね。はい、A と B、つまり今回、東京、or、大阪ですから、はい、東京と、はい、東京と、大阪では、大阪では、はい、どちらが、ビガ、はい、大きいですか、ね、なんていうようなことでね、A と B ではどちらがどうですかと聞きがないとき、疑問詞比較級 A or B、はい、疑問詞比較級 A or B、はい、which is bigger、Tokyo or Osaka ですね。もう一応同じスタイルで、Who is younger, you or John、まあ、同じようにいきましょう。あなたと、はい、あなたと、ジョン、はい、ジョン、ジョンでは、はい、どちらが、はい、younger、はい、若いですか、ね、なんていうことだね。はい、あなたとジョンではどちらが若いですか。 Who is younger, you or John。物を比べてたから、まあ、東京と大阪ね、はい、which という、ね、疑問詞を使いました。you, John、人を比べてるので、who という疑問詞を使います。
まあ、だからって言って風だからってね、別に誰というふうに訳さずに、どちらの場合もどちらと取ってもらっていいんでないのということでございましたね、ということでございましたね。はい、ということで、まあちょっと以前やったものではあるんですけれども、今日は比較は比較級の、まあ、復習ということで見てきましたということでございました。はい、では今日はこんなとこでした。